築地市場ではマグロの初競りが行われ、青森県大間産のクロマグロが736万円で競り落とされました。時刻は午前5時30分です。冷凍のマグロがずらりと並べられました。まもなく初競りが始まります。午前5時半過ぎ、築地市場では威勢のいい掛け声が飛び交う中、次々とマグロが落札されていきました。最高値がついたのは230キロの青森県大間産のクロマグロで、価格は1本当たり736万円。競り落としたのは去年過去最高値およそ1億5000万円で落札した都内の寿司チェーン店の運営会社でした。その後この店ではマグロの解体ショーが行われ、中トロ312円など通常価格で販売されました。いかがですか？とろけるようです。美味しいです。美味しいです。脂がね、すごく甘いです。あ、いいマグロです。バッチリです。お味は、はい、どうぞ。去年よりも上ですね。一人でも多くの人で食べている。近年この初競りは競争が過熱し、落札価格が年々高騰していましたが、今年は競合する別の寿司チェーンが競争に加わらなかったため、価格が落ち着いたと見られています。落札した社長は、多くの業者が買える価格になり良かったと話していました。